井上聖は、台湾を中心として、香港、中国などの中国語圏芸能界で活動する、台湾出身の女優、歌手、映画制作会社、ドーム時代代表。本名は、古聖伊井上静江。身長161センチメートル、体重46キログラム、血液型 AB 型、星座ウオ座。井上聖は芸名。本名は、出生名が、古聖 母親が日本人と再婚したことに伴いのうしずえと解明している。母親は台湾で歌手として活動したラン・アカネ。母方の祖父を元日ノとはキー・ルン氏副議長だったが2.28事件で中国国民党政権により殺害された。幼少期を香港で中学、高校時代を日本で過ごした。高校中退後、1987年に アイドルグループ、ヒヨウさんのメンバーとして、台湾でデビュー。解散後も、女優、歌手として活動。放射を支援監督の吉尾工女で、金馬、進むの主演女優賞にノミネートされ、続く、放監督の憂鬱な楽園でも主演し、演技派の脱皮に成功。2000年代からは、テレビドラマ出演も多く、中国の映画や、テレビドラマにも進出している。2000年、 ハーレムユーと結婚。一時を設けるが、2009年3月20日に離婚を発表。2008年に映画制作会社、ドーム時代を設立。2013年、美白で南方週末を支持する発言をして削除される。2015年3月21日、10歳年下の中国の俳優、畑広とタイのプーケット島で挙式した。翌年には、第二子を設ける。 ありがとうございます。